オーバーババスの説明をいたします、えー、まず、えー、よく教科書なんかには三角形を作るようにということで、えー、指先を親指を広げて三角形を作りますが、えー、親指を広げすぎると手首に力が入り手首を柔らかく使えなくなるんで、えー、ハート型、はい、軽くハート型を作ってください、えー、ここがハート型になるぐらい、えー、こういう形を作ります親指を広げると、えー、手首が硬くなりますんで。 ハート型にしますそして人差し指人差し指は外に開かないように開きすぎるとここからボールが抜けますだからパスをやっているときによくボールが抜ける人はこの人差し指を少し締めてくださいそうするとボールが抜けなくなってきますここは受け皿になりますので手の小さい人は少し広めに構えの方が ちょうどボールが入ると思います大きい人は普通にボールを押さえた段階で大体これぐらいだと思いますけどこれぐらいの受け皿を作ります。それからあとこの手は額の前に持ってきますこういうところに行くとボールで視野が押さえられます。そのために方向とか距離感がわからなくなりますので上にします。で膝は 軽くつま、えー、先よりも出ない程度に曲げます。スタンスは肩幅よりも少し広めぐらいで十分です。あまり大きく広くしないで、えー、まあ肩男性あの男子の場合は肩幅ぐらいでいいだろうと思います、えー。そして大事な部分はこの骨盤です。骨盤が前傾しているように。えー、そのためには。 少し胸骨を前に出すような感じで、えー、背中にアーチを作るような形をすれば、えー、骨盤は前傾します、えー、逆に後傾にしてみてください、うん、下っ腹が出るような感じで、えー、ちょっとこ,うこういう骨盤が逆に、えー、後ろ向きに寝ることこれが後傾ですはい前傾に戻してください背筋伸ばして、えー、だいたい背中にアーチを作る、えー、胸骨を前に出していくと骨盤は前傾になりますこういう形で、えー、次にえー パスを出す、オーバーパスの前のはい、それから伸ばしてみてください、床を踏むはい、蹴らなくていいですよ、踏むだけでいいですから、はい、床を踏む、はい、はい、もう一度、この時に膝がこちらの方に戻らないように、こうすると全部力が後ろに逃げますので、膝の上に骨盤が、前傾した骨盤が乗っていく感じで伸ばします。こういうい感じで伸ばします。 えー、膝を伸ばす時のタイミングというのは床くるぶしのこの真下あたりのところこ,この部分を踏む感じで踏みつける感じで伸ばします、はい、一度、えー、そういう形でやってみてください軽く膝を曲げて、はい、そして床を踏む床を蹴る感じを、えー、作らないで、えー、足はフラットでいいですから床を踏むこの踏む動作で。 一連の動作ができ力を分散しないで言う先まで力を伝え,伝えることができますのでここを大事に、はい、もう一度。はい